鹿児島市交通局2100系電車は、1989年に製造された鹿児島市交通局の路面電車車両である21、2101、2102の2両が在籍している。1989年、鹿児島市市政施行100周年、鹿児島市電開業60周年を記念して2両が製造された。1963年の600系616、 以来26年ぶりの新車導入であった。車体は800系の寸法をもとに設計され、従来の鹿児島市電の車両とは違ったスタイルで登場した。車体は後半プレス材を使用し、溶接組み立てをした軽量構造で、前面は大きな一枚窓である。方向膜は窓の内側に入り、前小灯は微灯と一体化され、下部に設けられた。 側面は 2032mm 幅の窓が片側2組で、運転席近くの2枚以外は上段引き違い、下段固定である。扉は従来通り引き戸で、ドアの下部にも窓が設けられた。また、側面にも方向膜が設けられている。運転台は、自然発の両手式、ワンハンドルマスコンで、終電装置は Z 型パンタグラフを採用した。台車は、 FS-90 で砂巻き装置が取り付けられている。制御方式は電磁空気操作のタニスイッチ式抵抗制御、ブレーキ装置は全電気指令式電磁直通方式である。車内はクロスシートロングシートの地取り配置で、クロスシートは自動転換式であった。2100型を製造したのは九州旅客鉄道の鹿児島車両所である。 鹿児島車両所での初の外部向け製造車両で、市電プロジェクトを結成して、設計、製造に取り組んだ。試運転にあたっては、車両所内に 1435mm の軌道を 100m 付設し、線路上に路面電車用のトロリー線を張り、ED76 系電気機関車を介して、交流2万ボルトを直流600ボルトに整流変圧して、試運転を行った。 車内には JR 九州鹿児島車両所の名板が取り付けられている。2101には白山、2100には桜島の愛称が付けられている。2100系の形式の由来は21世紀を先取りする電車からである。1995年、車内の転換クロスシートをロングシートに改造した。鹿児島市電2101登場当時は2101が、 緑、木ベースの2102が赤、紫ベースの複雑な塗り分けであったが、現在は主に広告塗装である。なお、2007年以降の広告のない時期は、黄色と緑ベースの標準塗装をまとっている。ありがとうございます。